小樹里は中華人民共和国の小説家。農村を描いた作品で知られる。幼名は得意。6歳以降、綺麗と名を改め、父について漢文を学ぶ。農村に生まれたが、父親の強い意志で、市範学校への進学が可能になった。1923年から小学校教員となる。1926年国民党に参加しながら、秘密裏に共産党に加入。 翌年反動的な校長の球団闘争を展開した。この時期中国国民党軍の北伐が着手され、これに抗応するかのように軍閥反対を訴えたが、1929年4月、当時山西省を支配していた遠釈山勢力によって逮捕された。1930年に釈放された後、封建的な例の字を嫌い、ジュリーに改名。 新聞への寄稿を行う片原小学校の教員をする生活を送る。この時期路人に手紙を送り自作の詩を読んでもらったという記録が路人の日記に残されている。1937年改めて共産党に再入党する。1940年賛成省の公日根拠地で新聞を発行民衆の啓発に努めた。その時期に書いた小児国の結婚は 高い評価を受けたことで、本格的な創作活動に取り組むこととなった。この作品は、山西省の農村を舞台とし、若い二人が古い地主との闘争の中で結婚に、至る作品は広く読まれることとなった。また同年には、父親が日本軍により殺されている。1945年、長編作品である、リノイエソーの変遷を執筆。 農村の封建的な制度との闘争を長期スケールで描いた。この作品は翌年出版された。この頃、アメリカのジャーナリスト、ジャック・ベルデンが解放区を訪れ、超樹里と面会し、その様子は、ベルデンにより、中国は世界を揺るがすの中で説明されている。当時評判になっていた、毛沢東の文芸講話の精神を体現する、農民作家として知名度を獲得していた。 新中国成立後の1950年には結婚当期、1955年には三里湾を発表、また文化団体、中央宣伝部文芸幹事、全国文連委員、人民文学編集委員など文学会で養殖を歴任した。その後も霊仙堂、鍛錬鍛錬などの作品を発表、1962年に 中国作家協会が開催した農村を題材とする短編小説座談会において提唱すべき方向だとして推奨される一方、1959年には後期への寄稿が受け思想と批判を受け、1964年には中間人物描写論の改祖として批判された。さらに1966年、周洋らを頂点とする文学体制の崩壊に伴い、 さらに激しい批判、攻撃を浴びた。文化大革命の時期には、反動派とされ、後衛兵たちからの攻撃を受け、1970年9月、厳しい迫害の中で倒れ、そのまま意識が戻らず死去。その死は8年間公表されることはなかった。1970年春、病院を訪れた際に医師に、あなたが、作家、長寿理か、と聞かれ、今の時期に、 別人が私の名前を語るわけはないと述べたり、娘が労働者や農民になりたがらないのを見て、幹部の指定が未だに封建時代の誤った階級観念で労働者や農民を下に見ているのは問題だと嘆いたりもした。また、後期の冷戦道は共産党員の指導性に距離を置き、農民、人民大衆の自立への願いを込めたものだった。このように、 本来の共産主義とはいかにあるべきかというテーマを追求した実直で真面目な人格は中国近現代史にあって、ケウの存在だった。小児国の結婚、リノイエソの変遷などの主要作品には日本語訳がある。ありがとうございます。